平和大橋は、広島県広島市の元安川に架かる道路橋。ここより西にある西平和大橋と対になる関係にあり、ここでは一部内容を重複し記述する。また併設する平和大橋歩道橋についても記述する。広島平和記念公園南を通る平和大通りに架かる橋。明治期にこの地に架けられていた、新橋という名の目標が、1945年原爆被災の、 際に、落橋、1952年に再加強された。2019年歩道橋が併設された。独特な形状を持つ欄干のデザインは、日系アメリカ人彫刻家のイサムノ口によるものである。歩道橋に沈めに、橋の由来が書かれた、説明板、道路橋に沈め北側に、元安川の由来を書いた石踏みが建てられている。東に直進すると鶴見橋、上流側に、 元安橋、下流側に万代橋が架かる。東詰めには NHK 広島放送局があり、広島電鉄内な線が通る国道54号へと続く。最寄りの駅は広電袋町停留場で、その周辺に被爆建物である旧日本銀行広島支店もある。2002年から平和大通りリニューアル事業を市が推進。 その一環として掛け替えが検討されているものの、1強あたり50億円近くかかると試算されていることから、なかなか進まないでいる。2010年代に入ると交通渋滞解消と歩道環境整備を目的として、速道橋を整備しこの橋自体は自動車専用橋として用いる計画が立てられている。特徴この橋は、戦後すぐに架けられた橋である。 建設省による工事で一等橋の単純後半下形式の橋としては戦後初めてとなる全溶接の橋となった。つまり戦前まで一般的であったリベット溶接ではなく突合性溶接が採用されその設計基準は国内事例だけでなくアメリカの橋の事例も参考にした。なお西平和大橋の方はリベット溶接が採用されている。上部港は 横川橋梁が担当。1880年の広島市地図。中央すぐ左下が本川と元安川の分岐であり。そこから三つ目の橋が新橋。被爆後の新橋と仮新橋。左上のサインは爆撃機へのラゲ駅長、ポール・ティベッツ。最初の仮強年は不明。江戸時代は防犯上の理由により仮強規制が行われていたため、当地に橋はなく上流側に、 西国街道筋の元安橋が架けられていたのみだった。明治時代になって、その規制は解かれ、原橋より、やや上流位置に、天神町から、対岸の大手町4丁目に向かって、新橋という名の目標が架けられた。1919年7月洪水により、落橋した記録が残っている。その後また水害により、中央部が、落橋を流出してしまったため、西にある、 新大京都の同静を排除し、1943年から、やや下流に、新しい目標、新橋に掛け替えていた。1945年8月6日に被爆、壊れていた新橋及び、下京途中の仮新橋ともに、甚大な被害を受け新橋は、完全に、落橋、仮新橋は、半分落橋し渡ることができなくなった。開通直後詳細は、 戦災復興都市計画広島の戦災復興計画を参照1946年10月広島復興都市計画によって平和大通り整備が決定し1949年広島平和記念都市建設法が交付施行対日援助見返り資金により特別に国の直轄事業で新橋及び新大橋の最下橋が決定した 工事途中の1951年6月27日に欄干デザインにイサムノグチが起用されることが決定した。また、同年11月7日新しい橋の名称は、一般工房1400予定の中から、平和大橋、西平和大橋、道路は平和大通りと決められた。1950年11月2日、寄港。 1951年10月26日欄間以外が、竣工したことにより通行開始、1952年3月31日、竣工同年6月3日に観光式が行われている。その後平和大通りの交通量は増大し、この橋及び西平和大橋共通して福音が狭く、渋滞が多発するようになる。また、竣工当時からの低い欄間が問題視され、 毎年行われる、広島フラワーフェスティバルでは、転落防止のため鉄パイプによる仮欄間が設けられ、川にはダイバーが待機している状況にまでなった。また1995年、兵庫県南部地震発生を受けて、耐震強度を計算したところ、阪神、淡路大震災クラスの地震で落橋の危険性がある、ことが判明した。2002年、市は、平和大通りリニューアル事業を推進。 その一環としてこの橋と西平和大橋さらに西にある緑大橋の掛け替えが検討されるようになった。市は原橋を将来的には車道専用橋にし、その代わりに両側に人道橋を併設することを決定した。ただ、野口の欄干を残してほしいとする市民感情も強かった。2019年原橋の北側に歩道橋は完成した。 イサム・ノグチ建設省は、橋の施行途中に、平和公園の入り口になる橋なので、欄干だけでも平和記念資料館や公園と違和感のないものにデザインしてみてくれないか、と、広島平和記念施設をデザインした、丹下健造に相談した。丹下はこの仕事を、日系アメリカ人デザイナーである、イサム・ノグチに提案した。ノグチは、以前丹下と出会った際に、 原子爆弾を落とした国の人間として罪悪感を感じ、日米の地が流れるものとして、広島で平和共存の夢を託す仕事がしたいと伝えていた経緯があったため、この橋のデザインを引き受けることになった。そこで、野口は欄干のスケッチをし、そこから大谷幸雄が思考図を起こした。一部で、野口が橋全体を設計したと誤解されているが、野口が携わったのは、 欄干のデザインのみである。なお丹下は、野口とのやり取りの内容を、当時の市長、浜井新造へ、直筆の手紙として送っており、これは現在広島志向文書館に保管されている。歩道橋新設にあたり、野口のことが書かれている、説明板が新設されている。また、平和資料館の真北にある、原爆死没者慰霊碑も当初は、野口のデザインに内定していた経緯があり。 野口デザインの慰霊碑の模型は現在広島市現代美術館が所蔵している。1988年の平和公園周辺。右下の橋が平和大橋でその道なり左が西平和大橋。それぞれに命名がなされている。作るから設計の際、私は建設の理念、すなわち新たに事故の生活を建設するものの特に再建広島の理念を伝えるものとすべきであると。 考えていました。従って、私は、建設を意味する名前をその橋につけたいと思います。平和大橋について、広島市及び勇ム口財団、ゆくから出利の理念、すなわち、人生よさらば広島が、その記念となった悲劇の経験よ、さらばということを伝えるべきものと考えます。西平和大橋について、広島市及び勇ム口財団、そもそも当初の命名は別のもので、 それをテーマにデザインしている。1951年6月11日の愚痴が広島へ訪問した時、6年前の忌まわしい雰囲気が地面に静かに横たわっている。しかしその地上に生活する民の顔は大きな希望に燃えてたくましい。と、人の生歳をテーマにデザインを決定し、当初は2つの橋について平和公園を基準に以下の命名がなされた。 モチーフは登る太陽と船のへさき。船のへさきは人間は死んでから神様のところにその精神が行ってしまうということでエジプトでもギリシャでも心は船に乗っていくと言われている。原子爆弾で死んだ人たちの心は神様のところへ行ったという意味なのですとコメントしている。そこへ春光同年10月黒沢明監督映画生きるが公開され意味を誤解されないよう と命名を変更し、現在のものとなった。2008年時点、石風塗料でコーティングされている。素材は、鉄筋コンクリートで、一般的には親柱にあたる部分である、特徴的な量端が、プレキャスト、その他が、現場打ち思考。当時の協力工事2つ合わせた、総事業費1億1000万円のうち10、10%が、この欄干に当てられている。 当初石像の予定だったが、予算不足でコンクリートに変更、欄干の高さ不足から誤って川に落ちる危険があると批判されたことにより当初のものより20センチメートルかさ上げされた。1952年春工から2010年まで事故による欠損はなかったが、2011年物損事故により西平和大橋の欄干が3.5メートルほど壊れ、 竣工5発の補修工事が行われている。また、老朽化により一部で鉄筋が露出する状況にまでなったことから、1983年から表面を石風塗料でコーティングするようになっていたが、2019年、歩道共感政治に元の打ち放しコンクリート状態に戻されている。この斬新なデザインと野口の国際的な名声のために国内外から注目を集めた。 タンゲは、私の設計した平和記念公園を引き立てる立派な橋だと述べている。三宅一世が少年期に感銘を受けた作品の一つであり、三宅は2009年7月13日付、ニューヨークタイムズで、野口の思いが詰まった、この橋を、バラク・オバマ大統領が渡ることができれば核兵器のない世界に向けた第一歩となるとオバマの広島訪問を促した投稿をしている。後に、 オバマ大統領の広島訪問は実現している。一方で当時広島市議会ではデザイン論争が起こり芋虫となじられ、当時で50万円もかかった高額なデザイン料を広島市が払ったことも批判され、平和大橋の両端の華奢な感じが平和の脆さを象徴していると皮肉られた。当時、日本の土木技術関係者からも協梁の欄干としては否定的な意見が出ている。 1953年、つまり橋完成後の翌年に作られた広島市の観光宣言用ポスターにはこの橋が描かれている。平和大通りは1946年11月に作成された広島復興都市計画街路によって計画されたものである。この時に幅100メートルの道路とすることが決まったが、あくまで橋梁部分は除いたものであった。1949年5月、 広島平和記念都市建設法公布同年から広島平和記念公園設計協議が始まり、結果、丹下建造を率いる丹下グループ案が最優秀案として決定した。当初の丹下案は、北は現在の広島市中央公園、南は現在の平和大通りまでを整備する壮大なもので、この中には当時大通りに整備されていた平和大橋、西平和大橋、 緑大橋を大通りの中央車道として扱い含み治療側にそれぞれ速道橋をかけるものとして考えられていた。上記の通り、この橋は後狭い福音が問題となり2000年代の平和大通りリニューアル事業に伴い両外側への歩道橋整備計画が決まった。その整備にあたり、広島市は橋梁としては国内初の国際デザインコンペを開催することになった。市は 以下の三つのコンセプトを要望した、広島平和記念都市建設法の理念、高級の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴都市、平和記念都市にふさわしい歩道橋とする、イサムノグチ氏がデザインした平和大橋の高乱と調和した歩道橋とする、歩行者と自転車利用者が安して快適に通行できるように平和大通りの連続性に配慮する。協議は2008年に実施。 応募登録は、国内22社、海外8社、最終的には29社が作品を応募し、その中から最優秀案1点、優秀案1点、入選案4点が選出された。国内外も含め多く参加となったのは、市が国内にある大使館を通じて参加を呼びかけたこと、そして平和公園の野口の橋の隣ということから、注目を集めたため、と言われている。 三河当初コンペの結果採用され結果的に廃案となった幻の設計仕様である。ただこの歩道橋は交差点及び一部の指道の廃止を前提としたものであったことから地元住民が反発したため頓挫し、2014年に新たに計画が立てられた。その案がそのまま最終案となり2017年最終決定した。ありがとうございます。